おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、小田急線と東京メトロ千代田線が発着する代々木上原駅をプラレールで再現したいと思います。では、行きまーす。まずは、2面4線の高架駅を作ります。真ん中の2線の千代田線は、坂レールを使い、地上に下ろして曲線レールをつなげます。あとは、切り通しレールと地下レールを使って立体交差させます。下北沢方面はまだ工事中ですが、真ん中2線が引き込み線、両側2線が本線となるようです。どうでしょうか？代々木上原駅の完成です。ここでは小田急線と千代田線の並走が見れますね。千代田線が地下に入るところも再現しています。今後も再現してほしい駅、ご応募、どんどんお待ちしております。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。